1965年ベトナム戦争は単なる他国の戦争と思われていた。だがそれはそうではなかった。それは多くの点で違っていた。第二次世界大戦、兵士の平均年齢は26歳であった。だがベトナム戦争では19歳であった。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 19歳。海軍の北西25マイルから2週間前から始まった最大の戦闘が今日も続いている。ベトナム従軍兵士の兵役期間は12ヶ月とされており、兵士たちはほぼ毎日のように敵の砲火にさらされています。I wasn't really sure what was going on.